みんなで SDGs のコーナーです。不要になった服を気に入った古着と交換できる新しい循環型サービスを打ち出す店が期間限定でオープンしました。こちらのお店、普通の洋服のお店に見えるんですけれども、サービスがユニークなんです。着なくなった服をですね、3着お店に預けます。そしてお店の中に並んでいる気に入った服を3着持ち帰ることができるんです。広島市中区のそごう広島店にオープンしたクローゼットトゥクローゼット、服の循環をテーマにした期間限定のお店です。大量廃棄されているっていう問題を知って、大切に着て引き継いでいくものだってなんとなく思っていたのに、今はすごく使い捨てられている。店は完全予約制。早速大学生2人が訪れました。昔買ったけど好みが合わんくなったものとか、サイズが合わんかなっていうのを3着持ってきました。利用には事前に3000円の入場チケット購入が必要ですが、持ち込んだ服の代わりに店内の商品からどれでも3点選ぶことができます。合うね、色めっちゃいい色だ。ちょっとクリスマス感じる。確定だね、それはもう、ね、1,2,3 点で、はい、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。まあ、こういうところがあると気軽に服を捨てずに、まあ、新しい人に使ってもらえるっていう感覚なんで、まあ、自分的には良かったなって思ってます。運営するアパレルブランドは東京で3年前に立ち上がり、全国を巡回しているといいます。人から人へ物の循環を促す新しいシステムの店は今月21日までの限定。来店の予約はインターネットで受け付けます。